とお祝いしてくれたりして、あと一晩だけだよって言ってもらえて、で、メキシコテックが東京出たら、本当に冗談からここまでした。だからもう絶対になるんだって言って、そういうことではなくて、すごくおおらかな取っかかりで